Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴーストオブツシマの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら、ゴーストオブツシマをより長く遊ぶための拠点復活方法ということでね、これね、結構な人が困ってるというか、ちょっと寂しいなって感じてるんじゃないかと思うんだけれども、というのはゴーストオブツシマすごく楽しいんだけど、最後に行くにつれてどんどん敵の拠点がなくなっていっちゃうんですね。だからせっかく装備とか全部揃えても戦う使う場所がなくなっていっちゃうみたいな、そんなね寂しさがあるんですね。でゴーストオブツシマの問題点今まとめてみますけれども、カンクリすると敵拠点がなくなっちゃうんですね。で戦闘がまともにできないと、道行くところにいる5人とか6人ぐらいまで、2、3人とかからね、5、6人までの敵とは戦えるけど、ちゃんとした拠点とかね、もっと手強い敵とかわーっていうのとかとステージがないんですね。変な話、それがちょっと問題かなみたいな。で装備とかレベルを2周目に持ち越しできないんですね。だからカンクリした1周目のデータで、よし今度は最初から最後まで一気にやってみるぞとかいうことができない。だから2周目をどうしようかなって迷っちゃう人も結構いると思うんですよね。やってない人も結構いると思うんですよ。だから2周目3周目の敷居が非常に高いということになってるというのが一つ問題点じゃないかなと思います。だからもっと遊びたいのにできない人が多いと、本当はもっと遊びたいみたいなね。まあでもね、今度アップデートで、大型アップデートでレイドモードとか来るから、フォードモードみたいなとか、これはねもう遊びたい人向けですよね。ただちょっとあっちのモードはこっちの本編の方とはやっぱり違うから、本編の方が好きだって人もいると思うんですよ。いろんな語符の組み合わせとか試してみたいなとか、あこういうのあるんだとか、こういう装備でなんかいろいろ作って、あこれかっこいいなとか、であとフォトモードとかもね一緒に遊びたいとか、そういうことができると思うんですよ、本編の方だったらね。だから今日はその2周目3周目をうまく使っていくらでも遊んでいけるみたいな、そんなやり方をねちょっと紹介したいなと思います。そんなに長い動画じゃないんでね、よかったら最後まで聞いてやってください。で本日の動画の趣旨はずっと遊びたい人におすすめの2周目以降の遊び方っていうことですね。もう2周目も終わっちゃったよって人は3周目があるんで大丈夫ちょっと大変だけど3周目もあるんでね、おすすめのそのやり方を紹介ということになっていきたいと思います。で拠点復活方法って言ったけど、拠点がね完全に最初のセーブデータを使って復活することはないんですね、実は。そこは最初に断っておくんだけれども、残念ながら。でも1周目のカンクリデータ、これ結構大事なんで大事に取っておいてください。で大まかな流れはね説明しますけれども、まず1周目のカンクリデータをセーブデータとして保存します。これすごく重要です。で念のため2つにしといた方がいいです。2つ保存するっていうのを覚えておいてください。で2周目をスタートしますよね。2周目のメインストーリー、陣の道とかをクリアしますよね。あとは装備で弓とかで必要なとこ、石川の章とかいろんなので欲しいものだけは取っておきますよね。で必要なストーリー以外はクリアしないようにしてください。で拠点とかもなるべく残しておく、そんな感じで2周目のデータをセーブしてください。で1周目のデータに戻ります。そこ で1周目のデータにはアイテム類とか語符類とかなんか装備類とか全部揃ってるんで、1周目のその何でも揃ってるデータを作って、やってみたい侍を好きなようにカスタマイズして作ってみると。でそれを覚えておいて2周目のデータに戻って、この時必要な装備が何かを見て、その必要なものだけを取りに行くと。で大体装備が揃ったら、よし行くぞって言って自分でルールを決めて大きい拠点とかそういうところに戦いに行くと。でその侍を試しても十分暴れたなと思ったら、そのデータはセーブしないでまた1周目のデータに戻って好きな侍をカスタマイズすると。でまた2周目のデータに戻ってくれば、全部の拠点が残ってる、ほとんどの拠点ね、ほとんどの拠点が残ってる状態になるわけですね。これで拠点が復活すると。で好きな侍で、あこんなんで今度挑戦してみようみたいな、ね、そういうことが好きなだけできるという感じとなっております。要するにセーブデータを使ってやり直すということですね。で好きなところから、拠点が残っている状態から好きな侍を作ってやり直すと。でその好きな侍を作るのに1周目のカンクリデータが役に立つますよということですよね。でポイントは1周目のセーブデータを、さっきも言ったんですけれども、念のため2つ作りましょうって話なんですね。なんでかっていうと、このゴーストオブツシマのセーブデータの管理画面っていうのがすごくね、なんていうかね、プアなんですね。他のゲームに比べて、例えばセーブデータに自分で名前を付けられないんですよ。だから日付でしか判断ができないんです。このセーブデータどこのだっけみたいな。セーブデータ自体は8個か10個ぐらい作れるんだけど、独立したやつが。けどこれどこのだっけっていうのが見れないんですね。
だから1周目のカンクリデータは本当に拠点が全く何もミッション残ってないんだったら対馬巡りとしかセーブされなくなっちゃうんですよ。だから対馬巡りとして2つ作るか、もし拠点が1個でも残ってるんだったらそこをマップでクリックしてそのミッションがスタートしてるみたいな状態でセーブすると、そのセーブデータにはそのミッションの名前が出るんですね。だからなんとなく分かるようにして2つセーブするといいと思います。なんかの表紙にね、クイックセーブみたいので EA にしますかはいにしますかみたいな間違えてポッと押しただけで、その最初のカンクリデータパッて消えちゃうんですよ。私現に消しちゃったのねマジかみたいな感じでちょっとねショックだったんで、皆さんにはぜひね2つセーブデータを作ってほしいなと思います。同じ名前でね、しかもミッションをなるべく選択して分かるようにしてやった方がいいと思います。そしたらタイトル画面に戻ってゲームをロードする、もしくは新しく始めるみたいなねことをすれば、新しいセーブデータが勝手に作られてそこからスタートします。でその時にこの今のデータは保存してませんけど、失われてしまいますけどどうしますかって出てくるんだけども、その時はとにかくいいえって答えるようにした方がいいと思います。で2周目ね、新しくスタートする、新しく始めるでスタートしたら、メインストーリーとか奥義関係とか装備関係、ハーンの鎧以外ね、ハーンの鎧だけは拠点倒しちゃうから取らないようにして、稲荷とか神社とか訓練所とか人はできるだけ回って、スキルとか暗具もなるべく全強化して、武装の強化とかは最後一歩手前ぐらいまでにしておくと、武士とかがねそのセーブデータを使って、あこの武士使ってこれ強化して最大強化したいのを使ってやろうとかねできるんで、でまたそのセーブデータに戻れたらその武士を使ってで今度はこっちの強化してやっぱりやろうとかできるんでね、あんまりそんなにたくさん物資とか集めなくてもできるようになりますんで、おすすめだと思います。で2周目が準備できたら、2周目だって分かるような拠点を選んで、その状態でセーブデータを作ってください。例えばバルトゥー隊長の拠点とかね、最後のハーンの鎧のところの4つのうちの一番下ね、バルトゥー隊長はカンクリしてたらいないはずだから、ハーンの鎧持ってたらね1周目のデータではいないはずだから、あこれは2周目だなって分かるんですね。バルトゥー隊長を倒せみたいな、なんかそんなでセーブデータになるんで、でこれも2周目も念のため2つ作っといた方がいいと思う。でできたらまた1周目のデータをロードしにタイトルに戻ると。でこの時にセーブしてないデータを失われますけどどうしますかって来たら、いいえを選ぶと。ここね、ここ絶対いいえをとにかく選べばいいんだと思っててくださいじゃないと入ってしちゃうとなんかおかしなことになって、ああこれあそうだこのデータ始めるんだっつって、いや使おうと思ってるデータの上に上書きしちゃうんですよ。これがね結構分かりにくい、うん、どうしてセーブデータに名前を付けられるようにしなかったのかなとは思うんだけれども、まあ、その分をねゲーム性とかビジュアルとかねフォトモードに、ね、全振りしてくれたんだよねって思うんだけれども、で1周目に戻ったらいろいろ揃ってますよね。だから装備とふんどしでやってこうかなとかふんどしで例えば護符をこうしたらふんどしだけどさらに面白い侍になるなとか、強い侍作ろうかなとか、今回は弓に特化したいぞとか、奥義に特化したいぞとか、剣聖使ってないじゃん、壊れた鎧で例えばなんかやったらどうなるかなとか、なんかそういうの好きなのデザインするわけですよ。で好きなのがデザインできたら、まあできたらメモってみたいな感じ、覚えてられんならもちろんそれでいいけど、できたらメモって1周目をやめてまたタイトル画面に戻ってちゃんと EA を選択して、特にセーブする必要はないから、まあ一応覚えておきたいんだったらセーブしとけばね、でもその時ミッションを選択するのを忘れないようにして、ミッションがないんだったら何だろう対馬巡りになっちゃうからセーブデータだから、対馬巡りはその1周目だけって決めて何も選択しないでセーブするって決めれば分かりやすいんだけれども、まあ、できたら1周目のセーブデータカンクリしてたとしても道端には敵が出てくるんでね、その道端の敵で少しテストしたりしてみて調整したりしてみて、よしこれで完成だっていうのができたら、まあメモっておいてタイトル画面に戻ってちゃんと EA を選択して、それで2周目のデータをスタートさせるということなんですね。で2周目のデータに戻れば拠点がねたくさん残ってる状態、特にハーンの鎧が取れる4つの拠点、これはかなり大きく作り込まれた拠点なので最後まで取っておいた方がいいんじゃないかなと思います。でもしまだね必要なものがあったら、ゴフとかああいうのがあったらウィキで調べればすぐにね日本語のウィキでたくさん出てますので、それでここに行けばいいやとかね調べて取りに行って揃えて、でメモしてあった侍ができたらよしできたって言って拠点ねなんか戦いに行くということになっております。でこの時にいろいろなんだろう強化するのに金が必要だとか玉鋼が必要だとかそういうことになるんで、ちょっとしたね拠点とかは制圧しなきゃいけなくなるとは思うんだけども、まあそういうところでね最小限に絞って大きい拠点とかなるべく残しておいて遊べるようにしておくと。で武士集めとか護符集めとかでね稲荷を回ったとか人に入ったとかそういうのがあるんだったら2周目のデータをアップグレードして、またそれを2周目のデータとして取っておけば、拠点戦いに行く前にセーブ取っておけば、要するにいい話なんでね、おすすめだと思います。
もうそしたらあとはできた侍でも好きなように拠点ね制圧しに行けばいいということだよねそう、まあ、道端行く敵も倒したってもちろんいいし、もう好きなだけ暴れればいいということになっております。まあ、とりあえずねこのちっちゃい拠点例えば行ってみますけれども、これは前回紹介したあのワンチャン侍ですね。一騎打ちワンチャン侍まあ一騎打ちしないでね一気にやっつけちゃうけど、あとこの侍強いですから、うん、本当にもうしょっと吹っ飛ばされたなんてことするんだ貴様ら、すればいい残念だったなって感じで、うわ強いじゃんこの侍とかね、いやこれダメだなみたいな結構ねダメだなみたいなとかあったりするからね、面白いと思います。まあ、こんな感じでね、まあ、倒してって拠点制圧してみたいな感じですよね。だ遊び方は自分で決めていいんですよ。これがオープンワールドの醍醐味というかすごいところだし面白いところだと思うんだけれども、遊び方は好きに決めていいの。このマップ見て拠点がいっぱいありますよね、2周目のデータで。侍は自分の好きなのできたと言ったら、まあ、おすすめ分かんない人はまずハーンの鎧、ハーンの鎧が集められる北の4つの拠点、これを例えばじゃあ無補給でその侍でクリアできますかというのを私の宿題みたいな感じで、私がね選んだコースみたいなのやってみたらいいんじゃないかなと思うんだけど、そしたらもうファーストトラベルとかを使わないでこの4つの拠点をとにかく無補給でクリアするというのチャレンジしてみたりとか、もう自分でも何でもいいんだけど、そのなんだろう、対馬最南端から最北端までファストトラベルなしでもう全部の拠点を道なりに行って、道に行く敵も全部倒して無補給で縦断するとか、もうなんかもう好きなように決めていい。もしみんなもなんか面白い遊び方とか、この私が選んだマップはどうだみたいなのがあったらぜひコメント欄でね教えてほしいんだけど、私それなんか私の自慢の侍で挑戦して楽勝だったぜとかやってあげるからなんかねもうゆるぼしたいなと思うんだけれども、なんかこのルートは大変だみたいな、なんかこれを無補給しかも暗具なしとか、なんかそういう縛りルール、まあ、好きに決めていいんですよ。好きに決めて難易度ももちろん自分で好きに決めていいし、本当オープンワールドは自分次第みたいな、自分がもう本当に神様みたいな感じでルートを決めて、それに好きな侍で戦っていくという感じになっております。で遊び終わったらセーブデータしない、セーブしないでタイトルに戻ってあの1周目のデータをロードするとかすればオートセーブもそっちに戻るから大丈夫だと思います。いやゴースト・オブ・ツシマね、秋に大型アップデートが来るってことになってて、それではマルチプレイのね PVE モードが追加されるということになってるんですけども、そっちは戦闘のみみたいな感じなんでね、ただ本編の方とはやっぱシステムが違うみたいなんで、本編の戦闘と同じような戦闘が楽しめるかどうかはやっぱクエスチョンマークなんでね、それまではこれで遊んだらいいんじゃないかななんて思います。これでね2周目3周目をやる意味が出てきたと思うんで、ぜひねぜひ試してみてください。で拠点がね復活するようなシステムの実装のアップデートは何にもニュースがまだないんで、もしかしたら将来的には実装されるかもしれないんだけれども、次回のアップデートの話には一切出てきてないんでね、それを待ってるよりはこうやって遊んでっちゃった方がいいんじゃないかななんて思います。それではですね、また何か新しいニュースがありましたらね、その都度すぐにお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録のことがよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きサムライライフをお祈りしております。ほいじゃまたね。